武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年新潟大学の英語の勉強方法について話していきたいと思います。新潟大学の英語試験時間は90分間で、教育学部の一部の学科のみ100分間の試験時間となっています。配点は学部によって150点から300点と変わってきます。大問構成は、全部で3題、ただし教育学部の一部の学科に関しては大問が4題設定されています。では各大問について見ていきましょうか。大問1、大問2が英語の長文問題です。で大問3が英作文問題で、日本語が書かれていて、それを英語に直すという和文英訳問題と、与えられたテーマについて書く自由英作文問題、両方出題されている形式になります。で教育学部の一部の学科のみ受験する大問4に関してはリスニング問題となっています。ではそれぞれの対策方法について話していきます。長文問題に関しては記述量が多い試験になりますので、国公立標準問題集キャンパスの英語を使って対策をしてください。英作文に関しては英作文ハイパートレーニング和文英訳編、英作文ハイパートレーニング自由英作文編で、日本語から英語に直す練習、また与えられたテーマについて自分で考え自分で英語に直すという練習を行ってください。リスニングに関してはセンター試験のツボ英語リスニング、センター試験過去問のリスニング、また、余裕がある方は灘高機無達の東大英語リスニングで対策を行っていきましょう。大問ごとに特徴が決まっているので、長文に関してはキャンパスの練習、英作文に関しては先ほど紹介した2冊の参考書の練習が合格の鍵になってきます。頑張って対策して合格を勝ち取りましょう。今回は以上です。